一週間ご苦労だった。我々の損害は予想以上だ。だが我々は立ち直るのだ。私は全権を委任された。マカロフの始末に全力を尽くす。世界が何と言おうと、我々は野蛮人ではない。民間人は殺さん。いいな。この事態の陰にいる邪悪な男を光のもとに引きずり出してやる。その男の正体を暴いたら、我々の手で歴史を記そう。ここがマカロフとその一党の最後の隠れ場所だ。二箇所を同時に叩くってことだな。不可能か。141以外にはな。どちらかがマカロフの死に場所になるってことだ。プライス隊、ロージと俺に隠れ家襲撃の許可を。いいだろう。ソープと俺はアフガニスタンだ。よろしい。あいつの逃げ道を完全に塞ぐぞ。この戦いに終わりを告げる。妙だな。戦争は昨日終わらせたと思ったが。スナイパーが配置についた。突入部隊前、マカロフを仕留める。了解。よし、了解。さあ行くぞ。
突入して制圧しろ。頼むぞ。オードン、援護しろ。12時方向に目標。了解。見えた。写真だ。了解。シェパード、こちらゴースト。マカロフは見当たらない。繰り返す、マカロフは見当たらない。プライス、そっちはどうだ。なんて数だ。50人はいるが、マカロフは見当たらない。役立たずの情報部め。だがこれで情報の質が変わるな。この隠れ家は宝の山だ。了解だ、ゴースト。チームに奴らの計画に関する情報をかき集めさせろ。名前に連絡先、住所も何もかもだ。お任せを。マカロフはどこへも逃がしません。その調子だ。5分で回収部隊を向かわせる。情報を入手しろ。シェパードアウト。ロチ、マカロフのパソコンから転送を開始しろ。お前は後ろだ、オゾン。前は俺が守る。行け。行くぞ。タスクフォース、こちらプライス。マカロフの兵隊がまた墓場にやってきた。ソープ、援護しろ。あいつの無線を奪って通信を傍受する。今から数分間通信を切る。ロシアでの健闘を祈る。プライスアウト。ローチ、地下に武器庫がある。今のうちに弾薬を補充しておけ。奴らも簡単には情報を持ち帰らせてはくれまい。データ転送が終わるまで DSM を死守すると。武器庫で弾薬を補充してクレイモアを設置しろ。ディフェンス重視でいくぞ。戦闘準備だ。第一狙撃班から突入班へ。気をつけろ、北西と南東から敵のヘリが接近中だ。位置についた。15秒で敵のヘリが到着する。了解、15秒だ。オゾン、12秒で1人仕留めた。少し待て。ゴースト、
ヘリが北西からやってくるぞ。了解。敵のヘリが北西から接近中だ。誰か正面の芝生をやれ。ロジ、外の道にクレーマーを設置して家に戻れ。モニター、目標確認。こちらシェパード、もうすぐ着陸地点だ。こっちの状況は？着陸地点向かう。行くぞ、ロジ。12時方向に敵。了解。よし、一つ片付け。